皆さんこんにちは、ペストでございます。転職期の31回目になりますね。やっていきたいと思います。で、前回ですね、三好寮の4条攻略成功しましたので、結構ね、戦力が、まあここはね、メンバー揃ってるんですけど、ちょっと疲弊したところがあるので、まず昇進、あ、誰かいける、家康さんね、はいはい。で、家康さんが、あれ、家康さんどこにいるんだ、家康さん、あれ、ここじゃない、ああ、ここにいた。まあ、ここのメンバーも。ああ、ここは戦力的に揃ってるんですね。で、こっちも。ああ、ここがちょっと消耗してんのか。まあそうですね、1ターンちょっと待って攻めるもよし。で、あとは北海の方がね、ちょっと心配なんですよね。もうちょい上で、ちょい左、ここね、兵力がほぼほぼないんで、まあこの2つ持たせて、まあ三雲さんにね、はい、マックスの、マックス、よいしょ。で、ここも少ないんで、はい、こんな感じですね。まあ訓練度49、まずまずですね。で、ガモさんとカイホーさんが全くいないんで、ここもそうですね、ここはね、ちょっと施しにしとこうか。はい、若干マシ。まあ、行動力がね、あんまりないので、ここは訓練大丈夫か。で、ああ、ここもいないんだ。松倉さんにさせましょう。はい、あー、ここもそうですね。あー、誰にさせよう。
バマさんでいいよね。はい。三国志の時みたいに、まあ何回も言ってるかもしれないですけどね、総戻し総配があれば超楽なんですけどね。まあそれでも訓練度、行動力でちょっと褒美ね、60代が何人かいるんで、浮田さん含め、金でちょっと時間ない、時間もったいないから50ずついきましょう。いや、100でもいいな。100にしよう。はい。で、浮田さんとかどうなったかな？もう100に。あ、上がったね。うん。で、あとは会見しといてね。4000くらい一気に減りましたね。あ、三好さんか。ちょっともうちょっと褒美やっとこう。50くらいで良さそうだね。100でだいぶ上がりましたからね。1、2、3、4。あー、行動力が足りなくなったんで、三好さん100になったんで、あとは岡崎、はい。
飛ば。で、郡上八幡なんで北の方ですね。ここだね。郡上八幡もね、徴兵やっときましょう。まあ来月でも訓練はいいので、魅力の高い人がいいな。たっちゃんかな。はい、一旦静観しましょう。ちょっと巻き込まれると困るけどね。まあ三好さんそう簡単には来ないとは思ってるんですけどね。来ない来ない。おー、大友対三好ですね。はい、一つ真ん中やられちゃいましたね。まあここの大阪城取りたいよね。あ、気になった。あ、来ましたね。行動力は相変わらず119。内容できそうな人いるかい？族だからダメ。新海さん、あー100。あー伊丹さんね。あ、筑紫さんがいる。でちょっと松倉さんだけ残して移動しましょう。あ、そっか、ケンニョさんもこんなとこにいるんだ。誰で行こう。はい、いってらっしゃい。よしよしよし、来た。うわ、31って
わけならいかんのこれ。58、37、27上がるのか。はい、であとは訓練だね。いいかここは。割れてくれたからね、なんとかなるそうですね。適当に選んじゃったけど、はい、この5人でいきましょう。最大で、はいよ、はい、3体訓練させといて、これも訓練ね。あー、酒井さん使えるからな。酒井さんいるとこちょっと訓練しときましょうか。昇進は、あ、誰かできる。あ、半兵衛さん、よし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 。うん、ここは訓練大丈夫。あとはこっちだね。あ、ここもほぼほぼ大丈夫。ああ、ここだ。怖い。
よし、これで、あとは買い物してもらったらいいのか。まあ、普通に売っちゃいましょう。弁舌。5000ぐらい。5000いっときましょうか。はい。もういいねでいいです。はい。はい。で、ラストのあれで、購入。鉄砲を、騎馬にしよう。2泊でね、3600なんで、うん、村井さんでいいね。はい、いいねでいいですよ。よし、これで軍馬も増えたので、ではあと移動させて三好領をね、今回ここで終了させていただきたいと思います。内政会、まあ、軍備と内政の、ね、会になってしまって申し訳なかったんですけどね、続きは次回にさせていただきたいと思います。ありがとうございました。それではさよなら。